はい、改めまして皆様こんばんは。こんばんは。今宵もニコニコプロレスチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。さて、日付が変わるまであと1時間切っておりますが、このタイミングでダブプロレスからの、記者会見、緊急記者会見という形で、お送りさせていただきます。そして番組の後半では、今年に行われました8月の11日広島大会の、大会中継もお届けしてまいりますので、最後までぜひ皆さんご視聴いただきたいと思います。さあ、というわけで早速試合終わり、新木場から、直行していただきました軍曹代表ですが、はい、もう、まあ、今回何についてお話しされるんでしょうか。まあ懸案のね、はい、まあ基本通り、方向性の違いにより、はい、長年うちで、はい、ファーストアルバムギター弾いてくれた、はい、陽平と、そうですね、ドラムの早田が、早田君ドラムだったんですね。早田ドラムですね、はい、うん、ドラムだったんですよ、はい、年内をもって、はい、脱退と。そうですね、まあ、方向性の違いがありましてね、はい、方向性の違いで脱退という形になりました、はいはい、そして、はい、その新しいギターとドラム、はい、募集してたんだよ、はい、そうですね、あの、うん、先日ツイートで、ね、あの公募されてましたが、はい、そう、もしかして その新メンバーが、新メンバー、はい、うん、見つかったんでしょうか。新メンバー、とりあえず、はい、ドラムの加入を発表したいと思います、はい、なるほど、ここで、はい、本邦初公開でございます、ダブプロレスの、うん、新ドラマー、新ドラマー、はい、それでは、ご紹介いただきましょうか、はい、いや、早田はああ見えて、はい、カチッとしたね、はい、ドラム叩くやつなんだけど、そうですね、はい、これから、野生のビートを叩くやつが入ってくるから、はい、なるほど、うん、それではもう一つ椅子を、じゃあこちらに、はい、あ、じゃあ そちらですかね、はい、ご紹介しましょうか、うん、はい、それでは代表の方から呼び込んでいただきますか。誰だと思う、新しいドラマ呼ぶぜ呼ぶぜ、はい、呼ぶぜ、ブラザーヨッシーめーよーカス野郎、この俺がブラザーヤッシー AKA ご機嫌じゃねえカス野郎。この俺がな、現役復帰してから5年経つわけやけどな、今までは自由を求めてずっと古いを貫いてきたわけや。やけど今回、おい、ドラムが抜けたってことでな、この俺がダブプロレスに入団じゃカス野郎。今日からダブプロレスのブラザーヤッシーだぜ。やまーん。さあ、というわけで、この日本とは思えないノリでございますが、新メンバー加入ということで、ブラザーヤッシー選手が新たに、ダブプロレスの新メンバーとして、新ドラマーとして、活動していくわけでございますが、うん、こちらはまたどういういきさつで。どういう人でも見りゃ分かんだろうって感じだよね。今更感はすごいあんねんけどもな。まあ、俺がダブプロレスに思うのは、あれやね、俺が復帰して、まあ、気にはなってた団体が大阪にやってきたと、うん、はい、で俺はもう気になってたから、とりあえず俺は食わず嫌いは嫌やから、はい、あとりあえず一回生で見てみて、はい、体験したみたいというので2回ほど俺はチケット払ってダブプロレス見に行ってんけ、はい、じゃあまあこれは噂で聞く以上に素晴らしい団体やと、そっからやね、ダブプロレス参戦させてもらったんは、そっからずっとやってるわけやけども、俺の居場所こうかなそう思ったね。なるほど、まあ今日はね、実はこのニコプロ中継だけではなくて、週刊プロレスさんもお越しいただいてる、うん、この11時からの記者会見という非常に非常識な、時間帯でございますが、週刊プロレスさんもよく来たね。そうですね、こっち来ればいいのにね、はい、こっち来ればいいのに。もう早速、じゃあこれはもうあれですか、杯を交わすという形でよろしいでしょうか。そんねパーティーの始まりだぜってことね。そんねそういうね、はい、それでは苦しいんじゃないんだよ、俺たちのパーティーが始まるぜってことで。なるほど、楽しいことは会議室で始まらへんからな。始まったけどな、今会議室っぽい、会議室みたいなところ。会議室酒飲めるのはおらへんやろ。そうやね、はい、ということで、はい、ブラザーユッシーの入団を祝ってチーズ、チーズ、というわけで、今後ともね
ね、このダブプロレス所属のブラザーヤシー選手の、ファイトスタイルファイトにね、ご期待いただきたいなと思うわけでございますが、うん、俺ももちろん昔からずっと見てる選手だし、うん、気になんなってずっと思ってたよ。なるほど。ガオラガオラだと思う。某日本プロレスでの時代ですかね。ガオラ見てね、はい、うん、某日本プロレスの、そう、6畳の部屋で、はい、また広島の頃ですかね。女と2人で見てたよ気になんなっつって。でもその時からやっぱこう気にしてらっしゃって。気になるよ、こんなやついないもんこんなやついないもん。そうですね、初めて見たよプロレスラーで。本当はどういうことですか。こういうなんかレゲエのスタイルをしてきてる。あ、まずもうドレッドじゃん。はいはいはい、まあ日本人レスラーで、まあ、今までいなかったですよね、うん、ダンスはね、うん、全然いないよ、本当に17年間このスタイルで活躍やろう、うん、そうですよね、素晴らしいことだ、はい、うん、まあ、この辺りちょっとうん、まあ、新入団された、ヤシー選手からも、うん、まあ何ていうか、まあ本当に月並みではありますけれども、まあ、こうコメントといいますか、こうニコプロ視聴者に、今初めて知った視聴者にこう今後の意気込みみたいなものを語っていただければなと思うんですが、俺がフリーやったのはやっぱり自由を求めてっていうのはあるわけやけども、ダブプロレスに入団したからってそれが失われるんかっていうか、逆でな、むしろ、はい、ダブプロレスがあるから俺はもっともっと攻めていったろうかなと、うん、なんせドラマやからな、うん、なるほど、うん、そうですね、先ほどちょっとコメントの方でもその京都とかあの辺はどうするんですかみたいなことがあったんですけども、それな、はい、京都カスヤロープロレス、神戸カスヤロープロレスは引き続き継続していくから、はい、うん、ということは、まあ今までやられてた活動もそのままダブプロレス所属としてやられていくということですね。もちろん。なるほど。なので、まあそのあたりは、ご心配なくと、いうことでございますが、ということで、まあこのドラマの部分は埋まったということですけれども、そうなんだよ。で、はい、今日俺たち会って、まあ一応メンバー募集でギター28人ほど集まったんだけど、はい、うん、はい、まあ、2人でね試してセッションしてね、はい、今2人に絞った。なるほど、うん、そこはまだ発表できないって感じですかね。うん、そうだね。なるほど、うん、あんなんならもうなんか朝やんみたいな感じでやってもいいし懐かしい、もう完全にモームス的なシステムです。そうそうそう、この2人残ったかみたいな感じで、はいはい、泣きながら別れていくみたいなのもやってもいいし、はいはい、まあ、26人も泣きながら別れたんだけどね、さっきの結構意外と早い感じで第一次審査でも26人も来たみたいな、ね、うん、まず顔で26人落とすからね残念なやつばっかり。下手したらもう AKB とかでひどい可能性ありますね。そうね、はいじゃあもう今はもう最終候補、最終候補に残っているということでございますので、ね、まあ、これも近日中に発表があるという形で、そうだね、期待しててよろしいんでしょうか。うん、びっくりさせられると思うよ。なるほど、うん、まあ、このあたりね、では引き続きの、発表を、まあ、ご期待いただいてということで、トミさんからって、はい、トミさんから、宮脇かもよ、かなりなんか渋いとこついてくる、ね、渋いですね、まあ、ロビンさんもギターって感じじゃないですけどねギターって感じじゃない ね、うん、ロビンさん楽器に与えるとしたら何ですか。ロビンさんに楽器か、ロビンさんに楽器なんだろうな、やめなんだろうな、なんだろうな、お前ら適当なこと言ってる本気で考えちまうじゃねえか。失礼いたしました。まあ、レイパロマ選手はカスタネットだったということですけど、ね、レイパロマカスタリードカスタネットね、リードカスタネットってことはもう一人いるんですよ、ツインカスタネット、ツインカスタネット、カスタネットソロとかあるよね曲もはや曲もはや打音しか聞こえてこないですよね剣心は、うん、ということで、剣心はまあ、もしかしたら俺がベースに専念したらボーカルになるかもしれないね。なるほど、うん、ということはまあ一つダブプロレスの顔になる可能性もある、ね、ということですよね。そうだね、うん、あ、それはいい表現だ、うん、ちなみに先駆けさんはどこだったんでしょう。先駆けはギターだったんだけど下手だったんだよ下手っていうのはもう、ね、ジャンル違いのに弾いてたんだよねなるほど、うん、ムード歌謡とかそっち系のあれだったんですよね。皆さんね、今までダブプロレスに在籍したメンバー あのポジションがすごく気になっているところだとは思いますがギターだったとは思う、はい、ギターだったとは思うと、うん、でも凄まじくなんか方向性はブレブレだったら俺たちもね。なるほど、まあ、でもそれがようやく最近こう固まりだしたということですよね、うんうん、それも面白かったんで、うん、はい、いろんなこうものに挑戦していこうということ、ね、うん、わけのわからないベースとドラムと全く方向性の違うギターが入ってるっていうのが結構ね、はいはいはい、うん、アメリカ人とかがね喜ぶみたいね。
あーなるほどね、こう、こんなの見たことねみたいな、これは新しいって勘違いしてしまうやつですよね。さあ、うん、まあ皆さんからね、こういろんなメンバーのうるせえなかなかいないですよ、ニコニコのチャンネルでコメント欄に向かってうるせえって言ったやつも、はい、続々とコメントが盛り上がってるのにうるせえって、僕の放送ではなかなかありえないパターンなんですけれども、はい、さあ、このあたりはねおいおい分かってくると思いますので、皆さんぜひこのニコプロのダブプロレス中継を見ながらでも、そういう暁にね、知っていただければなと思います。それではその誰が何担当なんだ以外のちょっと質問事項などが、ありましたら、受付させていただきたいと思うんですが、はい、はい、では、それでは週刊プロレスさんどうぞ。じゃあちょっとヤッシー選手に、はい、フリーランスの5年間振り返っていかがですか。最初はやっぱりブードゥーマザーで復帰して、もともと俺が全日本プロレスで活躍してたブードゥーマザーズっていうところで活躍してたわけやけども、俺が抜けて、やっぱりそれ俺が抜けてる間にやっぱりな、そのブードゥーマザーズっていうのは活動できんくなってしまった。で俺が復帰したのを機に俺がまた復活させてやってきたのは、やっぱり今までの道のりっていうのは大事なわけや。俺がどこで最後あの時フェードアウトしたのか、そして復帰するのはどこで戻るのかっていうのは、それは一番大事なことや。みんなそこを見逃しがちやけども、やっぱり俺はそこは道筋としてな、やっぱり俺を支えてくれたファンたちのためにやっぱりそこは絶対に持ってなあかんもんやし、でそこで復帰したわけやけども、4年間頑張って何も結果残せへんかったわけや。まあこの船は俺が乗っててもこの先いいお宝を見つけれへんかなって思ったから、俺はその船から降りたわけや、で京都カセアロプロレスって船に乗り換えて俺はやってたわけやけども、そこにやっぱりダブプロレスっていう船が現れて、やっぱり方向性の一緒の方向性に進んでいくと、同じ船に乗るととか乗らへんとかじゃなくて、やっぱり同じ方向性が大事なわけやな。だから俺はダブプロレスを選んで。なるほど。まああれだな、パイレーツ・オブ・カリビアンね、うん、分かりやすいぞ、うん、お前らカス野郎でも分かるやろ。そう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 、俺たちも海賊なんだよ、結局フリーの海賊なんだけど、はいはいはい、うん、同じ方向に向かってる船だったら乗ろうぜっつって。あ、うん、なるほど、うん、海賊だと、うん、おのおの意思がある海賊だけど、はいはい、うん、そう、同じ方向に行くのならば仲間ごっこじゃねえし、はいはい、うん、いやあくまでも本気で進んでいってんだと、そう、うん、何かを取りに行ってるんだと、うん、ということですね。言っとくけど、俺がダブプロレス入ったから仲良し殺しやと思ってんのや、カス野郎、うん、俺たちはやっぱりプロレスラーであって、昨日こうやって仲良かったやつが明日敵になってるかもしれんねんけ、わかるけ。それはもう本当にね、プロレス業界どこでも同じ話でありまして、うん、団体だから急にねこう仲良くなるというわけではなく、所属になったからにはもちろん今後対戦の機会が増えていく、ということもありえますから ね、 そうね、切磋琢磨しないとね、はい、そうですよね、うん、やっぱりダブプロですね、今年もありましたけれど、うん、まあ、頂点だったりとか、うん、リーグ戦だったりもあるわけですから、いつどこでね決勝戦で 血で血を洗う構想が起きるか分かりませんよね。俺がぶっ殺されてヤッシーが船長になることだってあるわけだからね。そうですよ気づいたら今ドラムですけど、そうだボーカルになる可能性だって。ドラムボーカルね、ドラムボーカル、ドラムボーカルねポジション争うんかよ、前そうだよ、うん、そうです。なので本当に目まぐるしく編成が変わる、うん、ダブプロレスだと、うん、今後このメンバーがね新たに加わることによって、まあ、マイルス・デイビスのバンドみたいなもんだな。すいません、ちょっとちょっと分かんないんですけども。もう一つ、はい、ヤシさん、まあ、チケット買って見に行かれてということでしたけど、どんな印象を受けました？まずね、俺がテーマにしてたのはやっぱり、京都カス野郎今やらせてもらってるけども、やっぱり俺は音楽が好きで、プロレスも好きで、やっぱり両方コラボレーションっていう感じでやりたくて、思っててんけど、やっぱりそれの先駆けやね、ダブプロレスっていうのは、広島から、昔からやってた下積みを経て、大阪に乗り込んできて、まあ、形にもなったところで俺は見に行ったわけやけど、過去を振り、変えるとやっぱり、そういうなんていうかな、コラボレーションの形をいろいろ変化させながらこう今の形になってるわけやけども、やっぱり俺はそこにすごい
リスペクトしてるよね、うん、上がってみてもなんかしっくりくる感じみたいなのありますか？うん、もちろん俺はもうここやなと思った。で、なんせやっぱりダブプロレスっていうのはあの普段よその会場で見るよりも2割増しかっこよく見えるよね。はあはあはあ、なるほど。このやっぱ照明であったりとかね、あのやっぱ凝ってる部分もありますけども。違うんだよ、かっこいいんだよ、バイブスが違うんだよ結局あれやね、やっぱり引き出してくれないんだよ他の団体は。ダブだからこそ引き出せるんだと、うん、あとあれやね、やっぱダブプロレスっていうのは音楽がある団体やろ。はいはいはい、やっぱりそこに上がるレスラーも音楽好きじゃなかったらやっぱり乗りこなせへんよな。わかるけ、乗りこなしてんのとやらされてんのとやってんの違うねんけ。そうな、それはものすごくわかります。安久保田も2割増しでかっこいい。なぜここで安久保田が出てきたんでしょうか。安久保田めちゃめちゃかっこよかったよね。かっこよかったね。安久保田もう俺は認めたよ、あいつかっこいいレスラーだよ。安久保田も秀久保田もやっぱりな、うん、俺の兄貴分やしな、うん、そうですね、あの久保田ブラザーズとして6人あのトリオンもねやってましたけれども、やっぱりあの様子で見る安久保田と秀久保田やなんかに全然ダブプロレスで見るあの久保田ブラザーズがかっこいいって、うん、お前ら思わへんけ、うん、久保ブラがかっこよく見えるのはレアと、そのレアなところがダブプロレスだと。うるせえいいですか、今日はあまりこういつも通りのコメントすると怒られますからね、うるせえって言われ一括されますからね。いやいや、うるせえけどうるさくしてていいよ別に、はい、そういう場ですからねここは。うるせえとは言う言われるだけだから気にせず、気にしない方は好きにすりゃいい、はい、うん、はい、じゃあ軍曹さん、はい、まあ、改めてダブのヤッシーに期待すること。ダブのヤッシーに期待すること、まああのね、まあすごい真面目な話になるけど、一本気ないい男だからね、うん、やっぱりこう若手がその影響を受けてほしいね、うん、プロレスっていうものに対する気持ちみたいなところ、うん、そういうものがやっぱり俺は結構なんだろうな、チャランポランっていうか何でも認めてしまうところがあるし、でもまあやっぱそこに戦役は必要だと思うんだ、うん、そういう中で若手だったりもう公平青木だったり謙信だったりがやっぱダブプロレスにヤッシーが入ったってことでヤッシーの影響を受けるようになると思うね、うん、その遺伝子が入ってくることを期待して入ってほしいって思ったのっていうのはある。うん、さて、他にも、まあ、あのコメント欄の方からもあのもしね一般の方からの質問等ありましたら、あの時計屋の社長うるせえよ、はい、それもうるせえよもらいに行ったぞそのコメントは完全に、あの皆様からの質問がありましたよ、ね、かるよ、中華料理屋の休憩時間とかもあるよね中華料理屋の休憩時間を目撃したことがないのでコーパンだなーって感じね。あの本格的なあの中華料理屋ですよね。はい、全然記者会見らしく、今まで一番砕けてる記者会見な気がいたしますけども、はい。いるいるいるよ。砕けてるかもしれんけど真面目なことしか言ってないぞ。そう、そう、あの、うん、雰囲気だけでそう見せてるだけだからなっていうね。芯の通ったプロレスをやっていくぜ。はい。うん、というわけであのまあダブプロレスね、あのこう意外とこう何ですか、前もあのね。バサラ軍に柄が悪いとか言われたりはしてましたけども、うんうん、あいつら真面目だよね、はい、控室の柄が悪いとか、うん、なんかずっと言われてましたけど、柄が悪い、柄が悪いだけだと、柄が悪いんじゃない、片付けられない子らだけだ、はい、やってることは真面目で、やってることは真面目というかプロレスに対しては真面目ですし、うん、あ、そう、記者にマイク向けてほしい、そう、さっきから聞こえてんのかなと思って、あー、なるほど別にマイクを出すわけじゃなかったですね今何かを言い切りましたけど、はい、近づいてもらったらいいんじゃないですか。そうですね、あ、というのもこれ以上質問があるのかどうかっていうところでもあるんですけど、なるほど、大丈夫ですかね、はい、声張ってもらう感じですね別に記者に声を張らせる記者会見っていうのもなかなか
本当に記者会見だなって感じがいたしますが、ちなみに200人集まってるからね記者、はい、うん、今はそうですね、うん、まあ、あのちょっとこっちで選定させていただいているという感じですからね、うん、あの官房長官ばりに、あ、ダブにイサミ出ると見たことないイサミになる、はい、まあ、そういうことだよね。あ、そうですね。あと東京は新木場に変わったんですねって、これ多分興行の質問ですが、そうなんだよ、まあ、はい、後でそういえば発表しよう、うん、そうですね、そこに関しては、おいおいお伝えさせていただきたいと思います、うん、というわけで、生放送中ではあるんですが、この後、番組中継の方に参りますので、そこまでにどうしますか、あの一枚写真的なものはお撮りしておきますか、写真を撮るところを、これでいいのかな、いいな、はい写真を撮ってるところを生放送するっていうのもなかなか新しいと思いますが、ね、あのぜひ前に出ていただいて、はい、入っていただいて大丈夫です。握手してもらうな。そうですね、多分こちら握手していただいて、うん、ちなみにこの後、中継時間、中継の、タイミングになりますと、もう一人ゲストが参加されますのでご期待いただきたいと思います。さあ、それではじゃあカメラの方、あ、どうぞ、あのどうしますか、立ってあれされますか、じゃあちょっと一回僕をはけさせていただきまして、すいません、いただきます、はい、さあ、入団ということになるわけですね、す、はい、ありがとうございま す, す、というわけでございまして、まず本日の、ダブプロレスからの、発表会見に関しましては、うん、以上、他にお伝えすることはないでしょうか。ね、はい、新木場だね。そうですね、はい、新木場だね、大会のこと。さあ、というわけで、まずあの新メンバーの、発表会見は、ここで、一区切りさせていただきまして、続きましては、今後の興行に関する、お知らせでございます。まあ、一部の方ではね、ご存知の方もいらっしゃるかも分かりませんが、大丈夫ですか。さあ、というわけで緊急告知、はい、ラブプロレスバンプバンプレボリューション東京、時代だね、はい、時代ということで、いいですね。はい、11月26日新木場ファーストリングということで、うん、もうこれは決定ですね、うん、はい、うんって、で、こうスタンディングとビップ、ほう、うん、でやります。スタンディングとビップってもうこれは完全に、まあ、席があるのがビップってことだね。なるほど、VIP は座れる、うん、VIP じゃないやつは立座んなくてもいいよなるほど、うん、座る権利があるってことですね。座る権利がある、はいはい、荷物を置く権利がある。なるほど、うん、まあ、夏で葬式、あー、そうですね、うん、はいはいはい、はい、じゃあ基本的にはもうスタンディングで、うん、がほとんどということですね。まあ、まあ、最初、まあ、新宿フェイスでやるっつってたんだけど、はい、空いてねえんだよ、普通にそうでしたね、はい、そう、なかなか空いてなくて、うん、うん、だからこれスタンディングだったら500目指したいなって、フェイスと同じだけ入れたい俺は。なるほど、あ、うん、そうか、椅子がないからそれだけ入れれるってことですよね、うん、そう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 、はい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 、うん、じゃあちょっと今までの新記録を狙うと、東京での狙うね、動員新記録、うん、はい、新宿フェイスも見たい、確かに、でも空いてねん、そうでも空いてねん、やっぱりね、あそこって、プロレスだけじゃないですからね、使うのがね、うん、あのお芝居とかだとガッチリこう1週間とか入っちゃったりするので、うん、また次の機会に、まあでもあれですよね、今回の東京仮に500入れれたらもう次はゼップだね、飛ぶ飛ぶゼップだね、はいはいはい、ゼップ行く前にこのクラブスタイル、お前らついてこれるけかってやろう。そうですね、あのここでついてこれないやつはもうゼップではもう全くついてこれないよ、ね、そうだね、そうだね、でこれはね、この攻撃はね、ぶっ飛ばすよ、ぶっ飛ばす、それはどういう意味でしょう。あ、いろんな意味で、まあもちろんなんだろうな、 DJ だったりサウンドだったり、はい、うん、アーティストだったり、そういうのはまあ東京ではまだ1回もやってないわけだけども、まあ大阪でいうところの赤楚でやってた時のような感じですかね。そう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 、はいはいはい、まあいろいろだから東京のアーティストとのコラボも考えたいね、うん、ああじゃあ大阪で見れなかったような内容ということですね、うん、そうだね、後楽園よりライブハウスがいいね、いい意見だよ、そう思って、うんうんうん、ということは、まあ、今までのダブプロレス東京大会ともちょっとテイストが違うという。そうだね。ですよね。いや、まあちょっと、まあプロレスファンじゃん、はい、来てくれてるの、今。まあ今そうですね。はいはい。うん、もうその音ってものに、音と映像、はい、照明、
ってぶっ飛ばす、はい、お前らの脳をぶっ飛ばすってのに、なるほど、だいぶ慣れてきたと思うんだよね、うんうんうん、だいぶ効かなくなってきたと思うから、さらにぶっ飛ばしてやるよってこと。じゃあもうさらに強いお薬を投入するわけですね。そう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 、もうみんな免疫ができてきただろうから、そう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 、慣れただろうって、はいはいはい、もう効かなくなってきただろうとそう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 、今日も急進効かなくなってたもんね。もう急進効かないです、動機切れがすごくて、はい、急進じゃもう無理だ、もうちょっと陽明酒を毎日1本飲むぐらいの感じにしていかないとちょっときついかも1本飲んじゃうから、1本飲まないとちょっと陽明酒がきついから糖尿病になるよいやもうそれぐらいじゃないと普通に生きていけないかもしれないですそうです、はい、というわけで、次回の、東京に関しましては11月の26日の日曜日お昼です、うん、お昼からお昼からぶっ飛ばします。お昼からぶっ飛ばすということでご期待いただきたいと思いますし、うん、年内はね、10月の8日大阪、大阪、そして、12月の24広島、うん、なのであの大阪、東京大阪広島が全部入っているということでございますから、うん、年内、ね、全部入ってる、全部、ね、今までのレギュラーポイントを全部押さえているということですから、そうですね、そのまあ、はい、年内をもって早田洋平脱退ということなんで、ということはこの三工業に関しては、はい、ツインギターツインドラム体制でのあなるほど、じゃあこう演奏が聴ける最後のね3つ、新メンバー旧メンバーがかぶった状態で見れるのはもうこの3大会だけってことです。そうそう、これはお得、うん、これは本当にお得、うん、本当に皆さん見に来ないと損しますよ。そうだ ね, そうだね、なのであの皆さんね、チケットの方はいつから発売なんでしょうか。10月5日、10月5日から5日、発売ということでございますので、うん、東京は必ず、そしてまあね、西日本の方は、大阪広島と、連続で見に来ていただければと思いますが、うん、絶対面白くなるし、クリスマスだよね、クリスマスイブに、うん、クリスマスを俺たち選んでくれたら光栄なことだね。そうですよね、うん、我々ね、うん、我々特にあの広島クリスマスに広島でクリスマス過ごすって初めてですね、おそらくね。いや去年過ごしたじゃん。あれ去年、あ去年もそうでしたっけあそうだ、忘れてた、そうそう、完全に忘れてました、クリスマス感がなくて。そうだ、はい、でね、あのそこが終わったら次の日ホールというね、うんうんうん、また大変なスケジュールになっておりますけれども、うんうん、今後のダブルスにもぜひご期待いただきたいと思います。ねえねえ、ぜひ見に来てください、はい。